再生可能エネルギーのスマート機関電源化、調和型電力エネルギーマネジメントシステムのための理論構築と題して、東京工業大学工学院教授、井村純一先生よりご講演いただきます井村先生よろししくお願いいたします。 東京工業大学の井村と申します私はですね、あの再生可能エネルギーのスマート機関電源化ということでお話をさせていただきたいと思います。特にですね、特徴は我々のプロジェクトは、どちらかというと、システム理論を作るというところでの研究を進めていますので、まあ、そういった観点でお話をしていきたいと思います。まず最初にですが、私どもチーム、ハープスと呼んでいます。 でこのハープス、えー、見てお分かりのようにです、ね、12のグループリーダーがいまして総勢研究者78名で、えー、おそらくまあクレスト最大のチームで今動かしていますで現在です、ね、42の研究テーマが走って、えー、その中で連携している研究テーマが12個、えー、ございますさら、えー、にです、ね、国際連携というのも先ほど藤田総括からございましたように、えーまあ どんどんやってくださいということで,ですね精力的に進めていまして今現在9個の組織とですね国際連携を進めています、えー、さらにあの私どもは今です今、ね、あまり、えー、企業の、えー、研究者はいませんので、えー、企業との連携ということも考えて、えーまあ、クローズな形ではありますがクローズな研究会というのを年に2回ほどして、まあ、企業との意見交換をしているというような状況です さてここまでがですね私どもの研究の体制についてお話をさせていただきました。でこれから、まあ、このテーマについてですねお話をさせていただきたいと思います。まず最初にですが皆さんご存じのように太陽光発電の導入量今 FIT、まあ、が2012年始まってですねぐっとこう導入量が増えまして現在4 8ットまで届いています。 政府はです、ね、2030年に目標64ギガワットを想定していますので、まあ、この分ですとおそらく前倒しで到達するのではないかなと思いますで私どもはです、ね、2012年の段階でこのプロジェクトを始めるときにです、ね、2030年に100ギガワット入れていくんだということで研究をスタートしています。で むしろですね2020年代というよりは2030年以降の電力システムのあるべき姿について研究をしてきていますでまあ最終的にはですね X 年まあ2050年以降になると思いますけども300ギガワット相当を入れるところまでを見据えてですね研究をしているということでございます ちなみになんですけどもあのさん九州ですね、今、出力抑制で話題になってますけども、えー、全国大の p b 導入量に換算しますと、大体70から80ギガワットぐらい入っていますので、もうまあそういう状況になっているという状況です。で、えー、これがですね、まず太陽発電を大量に導入するにあたりですね、4つの技術的課題について、まずお話をしてみたいと思います。1つ目、これはもう完全にプロファイルが固定しているということで、 例えばというので、ですねこちら、東京電力管内のシミュレーションをしているものなんですけれども、まあ、全国大で相当すると100ギガワット、太陽光発電が入っている状況ですで。この場合、ちょっと見えないかもしれませんが、ここに赤いところがございますんこれが PB4 乗に相当する部分です。出力抑制しないといけないというのが、まあ、こういう段階で出てくると。ギガワット入りますともう 非常に p b 余剰が出てきまして、まあ、こエネルギーシフトをし,しないといけないという、まあ、そういう、えー、レベルに入ってくると。なの我々が研究しているところというのは p b 余剰が出てきてそのエネルギーをどう生かすかというところの話をしていかないといけないということが、まあ、ここから分かるかと思います。それから、えー、当然、えー、太陽光発電を入れるにあたりです、ね、予測というのは非常に重要になるわけですけども、えーまあ、ちょっとこのグラフ、えー、分かりにくいので簡単にお話しますとです、ね、現在の、えー、数値予報 のモデルでですね機械学習も精一杯使って非常に精度を高めたものですらですね1時間先の予報に関してですね単純に言いますとですね広域レベルで20%ほど誤差が出る場合があると20%外れるということがあるということです。まあ、すなわち大外れというのが あり得るとでほとんどの場合3%以内に収まりますので、えー、精度は非常にいいんですけども外れる場合があるということに、えー、注目しないといけないということですで、えー、さらに、えー、先ほど林、はい、先生からもお話がありましたように、まあ、分散電源ですので、まあ、潮流逆潮流等々ですね、えー、考慮していかないといけないことそれから最後になりますけども太陽光発電どんどん入っていきますとですねその分火力機が必要なくなります そうすると火力が持っている慣性力がどんどんなくなっていきますので、えー、いわゆる電力ネットワーク全体がですね、まあ、ある意味でふにゃふにゃの状態になっていくとで、まあ、そのシミュレーションしたのがまあこの1つの例ですけども、まあ、あのイースト3 0の場合でですね、えー、火力機の7%相当ですね、PV に置き換えた時にですね、えーまあ、簡単な上覧を入れるとですね、この赤のような非常に大きな えー、フラクチュエーションが生じ得るということで、まあ、こういったことに対応していかないといけないということですで、まあ、こういった技術的課題をですね背景にですね私どもですねこのスマート機関電源化というものを定義しようということで4つの要件を挙げましたで1つはですね需給バランスなんです、まあ、これは当たり前ですけどもその他にこの3つの使用が非常に重要であるというふうに考えています1つ目はですね 高値共済的性、これはあの当然 PV というのはですね分散電源でいわゆるたくさんのプロシューマーが存在するわけですけどもそのプロシューマーの個々のですね価値も大切にしないといけないですし全体の価値というものも大切にしないといけないとまあそういったものを両方一度に満足するようなシステムを考えていかないといけないと。 こちらはまあどちらかというとですねあの太鼓発電、えー、分散でたくさんありますのでその分だけ事故が起こる確率も大きくなりますし、えー、さらにですね、えー、予測を使いますのでその予測に伴うリスクというのは必ず存在します。でまあ、こういったものに対してですね従来は最悪ケースでロバソ 制御ととか、まあ、いうようよななことを考えるわけけんですけども、えー、最悪ではなく保守的ではなくですね、えー、できるだけ調和した形で、えー、何らかの信頼度とかそういうものを入れる形で対応できないかということで、えーまあ、こういう調和的ローバースト性という考え方が重要でしょうということで挙げています。で最後はオープン適応性という概念なんですけどもこちらですねあの設計するにあたりですねシステムはどんどん変化していきます。先ほどどど申しましまたように太陽光発電がどんどん入っていくと 火力がどんどんなくなっていって電力システム全体のいわゆるプロパティが変わっていきますまあそんな中でも常に安定性を維持するにはどうしたらいいんですかまあそんなことを考えていかないといけないんではないかということでこの4つの要件というのを我々は目指すべく考えていきたいと思っていますでこの4つなんですけどもそのレベルというものを考えてみましたこれ 自動運転においてですね、レベル0からレベル5まで、まあ、レベル3のところはちょうどあの自動運転に入るところなんですけども、まあ、それと同じようにですね、PB の導入量に応じてレベルをこう想定していると、まあ、こうならないといけないと。 ちょっと詳しいことはお話できませんけれども、電力市場、これバランシングループ、あるいはアグリゲーターというレベル、それから予測、えー、系統制御、配電制御、それぞれについてです、ね、こうあるべきだという技術的課題とです、ねえー、この技術的課題によって実現できる価値というものをです、ねえー、私どものプロジェクトの中で設定してきております。まあ、こんなものを設定しているのは、えーまあ、ここが初めてではないかなと思っています。 えー、さてですね、えーまあ、あのスマート機関電源化ということでお話をしてきてるわけですがそれを実現するためのシステム理論はどうしたらいいかということをこれからお話していきたいと思いますであのシステム理論ですので少し一般的なところからお話をさせてくださいすなわち そもそも社会システムとはどういうものですかというところからお話しさせていただきたいんですけれどもエネルギーマネジメントシステムだけでなくですね、道路交通システム、輸送システム水循環システムいろんなシステムがですね、社会システムそして今、我々がですね、まあ、いわゆる高度情報処理社会になってですね、新しいシステムを作らないといけない、まあ、そういうフェーズに入ってきているわけです。 でその中でですね、まあどんな形で、えー、いろんなシステムというのは作られてきているかというとどちらかというとですね、非常に超大規模で複雑ですので、まあどこから手をつけていいかわからないというような状況になっているのではないかなと思います。まあその意味で,ですね、ある側面に着目した、えー、要素論的な研究というのが多くなり、開発が多くなり、まあ最終的には寄せ集めた形のシステムが出来上がっていくというようなことではないかなと思っています。 でまあ、あの非常に今、電力システムというのはあのしっかり動いているわけですけれども、気品な例で言いますとです、ね、えーまあ、寄せ集め的に作った上にですね今、60ヘルツと50ヘルツで分かれちゃってるわけですね、まあ、そういうことがないようにです、ね、これから次世代、次世代のです、ね、新しい電力システムを作るということであるならば、やはり全体像をきちっと捉えた上でえで、ー、どうあるべきかというのを、えー、考えていくと、そういうシステム論的なアプローチというのが重要ではないかなと考えています。 でまあ、どういうふうに攻めるかという話なんですけどもまずはですねこういう社会システムをどう捉えるかというところから入るべきじゃないかなと思っていますでそれが、まあ、こういう形で定義してますけども膨大でかつ多様なまずプレイヤーがいるということですねで、まあ、そういったものに対して多様な制御入力がありますでその組み合わせをいろいろしてうまいこと、まあ、制御していく。 いうようなことになるわけで、すけども、えーえー、そういう存在し、まあ、情報、物流、そしてまあ価値ですね、価値が、えー、ネットワーク構造を、えー、非常に複雑なネットワーク構造を、えー、介していると、でまあ、その下でで、すね、えー、何らかのサービスを提供する、そんなシステムとして捉えてはどうでしょうかということです。 でやっぱいわゆるあのサイバーフィジカルシステムとよく言われますけども、えー、それだけでは足りなくてやはり価値という概念を入れないと価値のネットワークも入れないといけないんじゃないかなというふうに考えています。で、えー、そういうことで,ですねまずやらなくちゃいけないのは、まあ、情報とか物流とか、まあ、そういう経済がどういうふうにネットワーク構造を、えー、持ってるんですかこの絵が描けますかというところから考えないといけないんではないかということから、えー、スタートしています。 そこであの電力システムにちょっと戻りたいと思いますけれども、電力システム従来はこんな感じでしたけれども、今は、です次世代で考える電力システムというのは、この真ん中にですね、周波層という、アグリゲーターからなる層が入って、相互にえ作用を持つような形で物理層が出来上がって、その物理層とともにですねえ価値を生み出す市場というのが出来上がり、そして この特徴は市場層という価値,と価値の層とそれから物理層の間にです、ね、予測とか制御といったものの層が入ってくると、まあ、こういう形でネットワーク構造を考えるべきではないかなと思っていますこれちょっと分かりにくいので、えーまあ、立体的に書いた図を用意しましたけれどもこちらもあまり分かりやすくないんですけども、えー、ちょっと説明してみたいと思いますがこちらに物理層がありますそれから市場層がありますでその間に、えー こうですね、予測制御層というのがあるわけですけども、えーまあ、横の中間層という形で、えー、特徴を付けていますで一方でですね、えー、この青いレイヤーの方を見ていただきますと、えー、運用層とユーザー層があってその間にですね周波層という形で縦の中間層というものを考えるでこの縦の中間層横の中間層をどう設計していくのかというところが非常に重要であるというふうに考えています えー、すなわちですね、先ほど申しました、えー、物流、それから情報、えー、価値のですねネットワークが非常に重要だと、相互作用が重要なんですね、インタラクションというものをどういうふうに考えていくかというところが非常に重要です、まあ、そんなところを、えー、こういう形で特徴付けて、えー、見やすくしてですね、どういうふうに設計していくんだというのを考えてはいかがでしょうかということでございます。でえー、ちなみにですが、まあ、各 えそうですねこれ開いてですね各層ごとにどういうことが関係しているかどういう情報のインタラクションを行っているかとかまあいうことを考えることができますしえまあ縦に開くことなんてこともできますというかこういうことを考えていますでちょっとまとめたいみたいと思いますけども先ほど申しましたスマート機関電源化の要件として4つお話をしましたでまあこれを実現するですねシステムストラクチャーというのはまあこういう形であると。 でえー、当然いろいろなところのいろんな手法あるいは機能というのがあります,以下,です以下ではです、ねまあ、非常にたくさんありますので4つだけピックアップしてお話をしていきたいと思います一つは、まあ、非常に重要な PV 予測について、まあ、PV 予測はです、ね、どちらかというと、まあ、この面に関しての、えー、予測になりますけども需、えーまあ、給バランス当然のことですし、えー、調和的ロバスト性こちらは先ほど言いましたようにリスクに対する、えー まあ保証とどうしていくのかという予測に対してですねどうしていくのかというところに関係します。それからアグリゲーターの設計についてこの後またお話をしていきたいと思いますがえアグリゲーターの設計はですねえまああのこのレイヤーというのは上のレイヤーと下のレイヤーに挟まれた形で設計をしていかないといけませんのでえ高値最適性といったものを実現しないといけないですしえまアグリゲーターという役割がありますのでまあリスクをいかに、えー 保証していくかというような観点も必要になってくるんじゃないかなと思いますそれから同期火力インバーターというのがございますこちらですね先ほど申しましたけれども太陽光発電がどんどん入ってきますと火力機がどんどん少なくなりますで、火力が少なくなると慣性力がなくなっていきますのでその慣性力を補うためにインバーターの中にその慣性力の機能を埋め込みましょうというそういう研究でございます でまあ、あのこの辺のレベルに入ると思いますけれども、えーまあ、調和的に、まあ、非あの保守的にならない形で、えー、ロバストにしたりあるいは、えーまあ、太陽光発電がどんどん増えていったとしてもインバーターがどんどん増えていくだけですので、えーまあ、オープンな形での設計になっているというようなものそれから最後は、えー、レトロフィット PSS という言葉なんですけども、まあ、あのいろんなところに使うことはできるんですが、まあ、例えば PSS、えー、パワー,、えーパワー システムスタビライザーのようなところにですね、えー、例えば、えー、火力発電機の、えー、中の0時、えー、系のところの制御機になりますけども、まあ、そちらに、えーえー、入れて入れ込んでですねより、えー まあ、軽く機能、えー、安定度を上げていくというような、えーまあ、そういうことで、えーまあ、オープン適用性といったようなものを、えー、確保していくというようなことが挙げられます以下ですね、えー、順番に簡単にお話をしていきたいと思いますけどもまあ最初に、えー、予測に関してですけどもやはり予測はです、ね、予測だけではなくて制御のための予測でないといけないとで、えー、先ほど申しましたように予測に関しては、えー、大外れがあり得るということで やはりですね信頼度付きの予測というのを考えてもらわないといけないということで信頼度付きの予測をですね研究していただいていますまあその中で特にですね大外れを予測するというようよなこととをやろうとしています、まあ、これはアンサンブル予測を使った形でそれを実現しようとしているんですけども、まあ、あのかなりの精度で検出ができるようになってきています。 でまあ、そういった予測を用いた制御というのはまた新たに考えないといけないわけですけども、まあ、そういった展開もしてきています。それからこちらはです、ね、中島チームとの連携ということでやはりあのひまわり8号のです、ね、リアルタイムなビッグデータを使うということでそれを使った PV 予測というのをです、ねまあ、これまだ把握の状況ですけどもやってよりきめ細かな制御をしていこうということで研究を進めています。 でえー、アグリゲーターの設計の方の話に移りたいと思いますが、えーまあ、こちらメインになるという話ですけども、まあ、この真ん中の、えー、アグリゲーター、いわゆる周配層をどう設計していくかという話ですけども、上側の方はですは、ね、運用層のところとです、ね、市場を介して関係していきます、それからユーザー層の方とはです、ね、当然、どう集約するかとか、あるいはどう融通するかというところで関係していきます。 まあこういう観点でですね2つに分けてアグリゲーターの機能っていうのは要するにだから2つあるわけなんですけどもまあそれを2つに分けて問題を考えていきましょうと。で最初に考えたのはですねえとアグリゲーターは当然あの下側のですね PV とか不確,な不確実な要素っていうのはあるわけなんですけどもこれは基本的に蓄電池で吸収できるであろうというふうに想定をして。 その想定のもとで、アグリゲーターから市場に出す電力に関しては、手話なものが出せるという想定のもとで、このアグリゲーターのモデルを作り、数理的にです、ね、考察をしてきています。 まあ、一つあの、シミュレーション的にです、ねえー、出た、まあ、例えば結果としましてはですね、蓄電池がこうどんどん、えー、普及していきますとですね、あの利益がどうなっていくかというようなシミュレーションをしているわけですけども、えー、当然あ、まあ、あるところでですね、実は臨界点があります。蓄電池がどんどん増えていくとですね、えー、エネルギーシフトに関しての価値はなくなります。故に、えー、いわゆる、えー、市場価格の利ざやというのがなくなっていくであろうと。 まあそうなるとですね蓄電池っていうのの普及っていうのはある一定のところで止まっていくというようなことを、えーまあ、計算したりしています。それからですねでこちらはちょ,っとちょっと難しい話なんですけども、えー、この不確実性というのを、えーまあ、どう扱うかっていう話なんですけども不確実性に関してですねこのアグリゲーターと、えー、多数のユーザーの間にですね不確かさの共有集合モデルっていうのを、えー、設けます、えー、シェアードセットモデルと呼んでますけども このモデルを返すことで,です、ね、実はこのアグリゲーターの設計とそれからユーザー側の EMS の方の設計こちらを独立に考えることができますこれちょっとあのややこしいんですけどもあの我々の言う制御の分野のです、ね、ロバスト制御という考え方をうまく利用するとです、ねまあ、こういうことができるようになります、まあ、これによってです、ね、コート全体の最適化というのをうまく設計することができるようになります えー、それから、ですね、えー、インバーターの開発ということなんですけども、これ、先ほど申しましたようにです、ね、えーまあ、要するに火力機の完成力をいかに、えー、インバーターにもさて持たせていくかということで,で、すね、えー、増加グループが精力的に研究していただいてますけども、今現在のところです、ね、で、えー、もう実証実験のところまで終わりまして、ですね、えーまあ、社会実装に向けたところでの研究に今、入っている段階でございます。 えーまあ、こんな研究も、えー、やっていますそれからですね、えー、最後、えー、PSS ということで、えー、こちらどういうものかと申しますと、えーまあ、風力の場合でちょっとお話をした方がいいと思いますけども、えー、風力をですねどんどんあの電力系統に入れていきますと不安定になっていきます全体がですねということが分かっています。で えー、そうならないようにするにはどうするかということを考えたわけです。そうするにはですね、この風、えー、風力それぞれの中の、えー、いわゆる、えー、誘導機の誘導、えー、っとですね、まあ、PSS に相当するですねレー系の制御のところにですねあるマイコントローラーを組み込むとですね全体の系の安定性というのが保証されます。 まあそういう、えーまあ、あのコントロールというのが実はできるということを、えーまあ、証明したものでございます。現在、これは NSF のプロジェクトで、えー、一緒になって動いているような、えー、ものでございます。えー、それからです、ね、もう1つ、えー、システム的アプローチということでお話をしていますので1つだけ、えーまあ、道路交通システムへの適用ということも少し展開ということもお話してみたいと思います。 これ2012年ぐらいからですね、研究している話なんですけども、例えばナビゲーションシステムですね、えー、まあ非常に重要なものですけども、あるいは信号機の強調制御、今、信号機というのは制御ほとんどされていませんけれども、さらに進んで強調するにはどうしたらいいかというような研究も進めています。 それからスマートドライブとかですね、プロファイルのいわゆる需要予測といったところも研究も始めてます。まあ、調子に乗りましてですね、信号機のない交差点の制御なんてことも始めてますけども、まあ、要するに止まらない交差点ということですね、まあ、こんなことも実現できるんじゃないかということでやってきましたが最近、この電力システムの研究と並行にやってきましたけども、考えるようになったことはですね、やはり全体的に設計を考えないといけないということです。で、 えー、まあ、先ほどの電力システムと同じようなストラクチャで、えーで考えていきますと、えー、道路骨システムの場合ですね何が中間層に当たるかと言いますと交差点のネットワークであろうというふうに考えていますこれですね交差点のネットワークで、交差点のネットワークを制御するものは信号機ですで、この信号機をうまく、えー、両方にですね、えー、と相互、えー、うまく連携してですね制御することで、えー 道路システム道路交通システム全体がうまく回るんじゃないかなということを今ちょっと考えています。でちなみにですがこの信号機とですねこの車両速度制御この連携だけでもですね例えば交差点の通過する平均速度が3倍ほど上がります非常に効率がいいわけですねこんなことができます連携というのは非常に重要であることをこれで実感しています。 え最後になりますけどもまあ多数のですね制御手法というのがえ展,開あの展開してきてますけどもまあそれをですね 組み合わせて実際どうなるんだっていうところをですねシミュレーションをそういったことをするためのですねコラボレーションルームというものを作っていますこちらですね後でデモンストレーションの中でご紹介しますのでここではです、ね、簡単にしかご紹介しませんけども、まあ、4つの機能ですねアクセプトというのはまあシミュレーションをする実行するものフォーキャストとデータベースはそれぞれデータを持っているものそれからオアシスは表示システムという形で まあもちろんあのこういったですねシミュレーションへのプラットフォームも用意しましてですねえ後でお話しするのはえこの市場からですねえっとアグリゲーターを介してえ需要化まで届くような中でぐるぐる回るえそういうえシミュレーションの例っていうのをお話ししたいと思いますすいません え最後になりますけどもまとめとしてですね私どもの,あのプロモーションビデオをえ見ていただいて終わりたいと思います、えー、今までお話した内容がえまあこのプロモーションビデオの中にまとまっています 至るべき電力系統制御を見据えさまざまな研究が進められる中ハープスが目指すものは太陽光発電のスマート機関電源化を実現するためのシステム理論の構築を目指しています太陽光発電が大量に導入される時代の電力システムしかしそこには多数の技術的課題が存在している 力水力など既存の発電を含めた電力ネットワーク全体を調和的に制御するにはさらなる問題も山積しているそれでは次世代電力系統制御が満たすべき仕様とは需給バランスを維持し安定した電力供給を実現することに加えて高値共済適性それから調和的ロバスト性 そしてオープン適用性というこの3つの設計仕様といいいいうのを求めててきたいと思っています運用層とユーザー層を結ぶ新しい役者である周配層の最適システム設計と太陽光発電予測を活用した電力系統制御そしてその協調化を柱として 研究を展開しています。私たちが注目しているのは周配層であり予測制御層その二つが非常に重要だということを考えています。さまざまな技術課題に異なるアプローチが求められるハープスには数多くの研究者が参加している。数学も含めたですね予測をやっているのは特徴的になっています。電力分野と可制御分野とかそういったところと一緒にやってとの研究。 例えば電力の人であれば、停電をしないことが一番優先だと、経済の方だと安い方がいい、いろんな立場の人のこうなるといいなっていうことを、できるだけ多く同時に実現したい考え方も違ったりしますので、そういう人たちが一緒に集まって、今まで誰も経験したことがない世界で起こるであろうことを何かしら研究しようとすると、何か一つまとまったプラットフォーム、技術的にまとまとったものがいると各研究トピックを前日から実時間まで。 そして各ユーザーから系統全体までさまざまな時空間分解能で連携させて検討する必要があった2015年一気通関の視点で数値シミュレーションが実行可能なプラットフォームハープス電力コラボレーションルームが開設された。はい。 この後はですね、あのデモンストレーションのところで山口先生の方からビデオの続きもお話したいと思います。どうもありがとうございました。井村先生ありがとうございました。